こんにちは速歌塾のコボですえ、そして新年明けましておめでとうございます週刊中年ジャンプ昨年はご創刊おめでとうございますえそして本当の意味で今年から週刊中年ジャンプはスタートしていくんだと思うんですよねで雑誌ですからなんかこう特集ってありますよねいつも関東の方にドーンとなっているなんか後ろの方に行って打ち切りが近いっていう雰囲気のももしかしたらコーナーによってあるかもしれませんけども多分 一発で推していきたすので「週刊中年ジャンプは」はサラリーマンの副業もしくは副収入株にフォーカスして、まあ、お届けしていけばいいのかなと思います。ということはもういろんなねことにこじつけて株がだからあなたの悩みを解決するんですよそういう時も株をやったわけいいですあなぜなら株なんですよみたいな感じでね常にオチは株をやったらいいよっていうふうに持っていく。 どんなコーナーでどんな動画を撮ろうとも最後にはオチをそういう風に持っていくまああの何とかな一つ揃えでやっていくといいんじゃないかなと思いますよねえそしてですね私ね今日はねストーンさんに重大な質問がありますこれをスパッと答えられないと今年は結構きついと思いますよじゃあその質問はどういうことかというとまず私のことからお話し,しますね私は株ではなくて FX をやっています まあです、ね、今回 FX を例にとっていきたいと思いますけども1月1日 FX は一体何をすればいいんですかという質問に対して私は答えることが何種類かできるんですよ1月1日は相場がありませんだから昨年の反省点を動画にまとめて1月1日の放送としてお届けするということもできますけども今回はですね12月3012月31日 ひいては12月全般の相場の動きに対してドル円相場ですよね何点か質問が来ましたのでその質問に1月1日から回答するということにしておりますこれは公開限定なんで質問者以外の方には見えないようになってますただしこれは1月中のどこかで一般公開にして皆さんにも1月1日実はもう1日から FX の勉強をこれだけしてる人がいるんですよというふうにお知らせするつもりです 今年はそれを選びましたその他にも FX をする人の1月1日の過ごし方っていうのは少なくともおとそうを飲んでおせち料理を食べるという回答はありません1月1日にどんな相場感がつくのか FX でやることは本当にないのかできれば商材を売ったり作ったり稼いだりってことはなんとかできないもんだろうかという答えになりますねまとめますと久保さんは1月1日 FX の相場師として どんなことをやって利益を出してるんですか ?1 月1日と言った時に相場がありませんからその他のことで稼いでますよという答え方になります。主には1月1日からすでに FX の教育コンテンツを希望者にお届けしてるってことになります。はい。で、ここからが質問です。ストーンさんは週刊中年ジャンプの編集長として週刊中年ジャンプはどのように今日は発行してるんでしょうか 発行していないとしたらどんな下準備をしていつの発行に向けてるんでしょうかまた株スクールの運営者として今日は株についてはどんなことができるのか1月1日株についてはどういうことができるのかということに回答を持っているといいんじゃないかなと思いますね他の株をやっている方さすがに休んでる人多いいと思いますでもそれじゃあみんなと同じじゃ休んでる人と休んでる人で差がつきませんよねやっぱり 自分の理想の株スタイルを手にするまでは休んでる暇はない盆も正月もないそしていずれ株をマスターした暁に副収入が安定して取れるようになったらいくらでも年末年始クリスマスお盆正月のんびりすればいいと思うんですよ今回の動画のためですけども月収10万20万を副業で稼げるようになったらそのまんま残りの人生もずっと稼げます例えば株や FX 一回攻略して自分の利益ポイントを安定して稼げるようになったらその後はその副収入が死ぬまで続くわけですよやめなければでも安定した収入がないのに休んじゃうとそれがずっと続きますということですねはいじゃあまとめてもう一回新年のクエスチョンです「週刊中年ジャンボ」の編集長として今日は一体何をしたんでしょうかそして株を司る株スクールの塾長として 1>, 1月1日はどんな株の勉強をすることができるんでしょうかということですよね。はい、で、稼働部のことですけども、稼働部もきちんと課題を設定して、それに向かってやっていくということになります。前回の稼働部の資料でもお見せした部分があると思いますけども、目標は何なんですかと。とりあえずは、再生数がいくつ、チャンネル登録がいくつ、そういうふうな不確定要素が大きいものではなくて、確定要素しかないもの、つまり、 動画を何本撮りますかっていう課題を皆さんに設定していただこうかと思います1月から3月までの間に月間何本撮るみたいなことでもいいですし何本アップロードするみたいなことでもいいですし1月から3月までの間に1日当たり最高で何本何十本アップロードしますでもいいと思います3か月トータルで動画の本数をいくらまでしますみたいなことでもいいと思いますチャンネル登録者数が1000人を目指そうっていうと 不確定要素が入りすぎてなかなか難しいと思うんで確定要素だけでいけるものそれは動画のアップロード本数ということになりますのでまずはその課題を出していこうかと思います正式な課題提出まで今しばらくお待ちください以上で新年の挨拶にさせていただきます私も今ねこんなジャンパー着て M1 着てね外に行ってましたけども非常に寒いんでね今外を歩いて運気を高めてきましたお正月気分に浸るのは本当に一瞬 自分の気持ちの中で、あけましておめでとうございますと、動画の中で言うだけですね。今日も30本近く動画をお送りして、個別の対応がその中で最も多いです。一人一人、1月1日から勝負しようと思って、あけましておめでとうございますだけではなくて、昨年残した課題、これだけやってきたんですけども、見てもらえないでしょうかということでね、私もね、一人1時間の動画を撮ってると、あっという間に5時間、6時間経ちますね。だだからねまだ もうちょっっと残ってるんですすよね返信が頑張ります1月1日から目いっぱい私も最速でやってます最前速でやりますよ可動部も交互期待スパルタみたいにライザップみたいに厳しいと思いますけども厳しさを取り抜けなければまあ稼ぎの道には到達できないなと腹をくくって実際稼いでる人がどんなものをやってるのかという体験をねちょっとこう お見せしていくのとうん、やっぱり、ね、できる男になってもらいたいなと思いますちょっと長い動画になっちゃってすいません以上ですいってらっしゃい